天理市は奈良県北中部に位置する市。中心部に天理教関連の施設が集中していることなどから宗教都市として知られている。名称は天理教に由来する。天理市中心部周辺の空中写真。2008年5月15日撮影の9枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。奈良県北中部に位置する。地域を東西に西名阪自動車道、名阪国道が貫き南北軸と交わる交通の要衝となっている。奈良県を参照。昭和60年代の人口統計で天理市の人口は6万5000人だったが4分の1程度の天理市民が 天理教の宗教関係者と見られている。天理教の信者が多い町で、その他の住民人口に数千人の天理教の収容家政等が常時いると考えられる。市街地のほぼ半分を天理教関係の宗教用非課税施設が占めることから固定資産税等の減収の問題があり、これを補う形で1967年以来、教団から 天理市への多額の寄付が続けられている。寄付の金額は、1985年の水準で見ると、天理市の装置保税収に近い額となっており、一般寄付ではなく、首と制限付きの指定寄付に当たる形で、毎年の予算編成の際に、天理市と教団の協議の上で、その年度の都市計画事業等の内容によって、寄付額が決められている。また、 10年ごとに開催される、天理教祖祭に近い年度では、寄付金が急激に増える傾向がある。このように、天理氏は、教団との関係なしには、自治体として維持できず、天理氏は、教団と一体化した天理氏の発展を、強調しているが、天理教本部では、市長選挙、市議会議員選挙で、候補者を立てない方針をとっており、教団と自治体が一体化し、 教団が行政となり、信者を住民として統治するような事態には至っていない。天理教の二代新柱、中山正前が1960年に名誉市民となっている。命名の背景には天理教会の存在があり、名称は天理教に由来する。21世紀の日本で使命に宗教団体の名称が使われている唯一の例である。 同郷の本部が市中心部の丹波市町にあったこと、同郷が市政主工事に一体に普及していたことによる、県に対する合併申請書類の一つ、指名選定の理由書は次のように述べている。天理市は誕生時から自らを宗教文化都市と位置づけ、市民憲章や世界連邦都市宣言などでもその性格を強調している。法学者の石村工二は、この点は、 憲法論的に疑問がないとは言えないと指摘している。1977年に奈良県天理市天理商工会が作成した天理市広域商業判断報告書では天理市はバチカンやメッカのような日本唯一の宗教都市であるとし、教団と一体化した天理市の発展を強調している。かつて天理市民ではない天理教信徒が天理市の使命を 山辺軍をそのまま氏名にした山辺氏に変更するよう求めて、天理市長を訴えたが、この訴えは却下された。市街地に隣立する天理教独自の建築物、親里屋方の礼市内中心地には、宗教法人天理教協会本部、宗教法人天理教、財団法人天理教維持財団、天理大学、天理高等学校、中学校、小学校、幼稚園、 天理教皇などの学校法人、天理大学附属天理図書館、天理大学附属天理参考館、特別養護老人ホームやスラギ園等の教団関連施設があり、市中心部のほぼ半分を占有し、1995年時点では拡大を続けている。施設の中には市民に開放されているものがあるが、ほとんどは新都向けである。現在の建物は、 信者宿泊施設の詰書所をはじめ、天理おろず相談所病院など福祉と医療、学校教育、信者の宿泊、教務などの諸施設として使用されている。2014年時点で26棟が完成している。天理教の施設群は、親里館と呼ばれ、町の中心部に建物群を作るプランは、教祖の中山美希の言葉がまずあり、 それを受けた二代目、新柱、中山章善が決意し、同輩の建築家、内田章造と奥村温造りと共に、教会本部を中心に、約870メートル四方に68棟を建て、巡らすという広大な、親里屋方構想によって建設された。1954年から着工され、現在も構想は継続しており、建設中である。このように、 天理市内で教団が多くの土地を占有することから公共事業には天理教との協力が欠かせず主建設部と教会本部で構成される親里委員会が設置され協議を行って進められている。天理教官部と市長、助役、総務部長の非公式会合も毎月持たれているようであり、法学者の石村浩二は天理市の都市計画は 市発足当初から今日まで一貫して、教団の支柱にあったと言っても過言ではないと指摘している。その他の建造物に、天理教の教祖100年祭を記念し建設された、親里競技場があり、野球場、フィールドホッケー場、ラグビー場は、地元の天理高等学校野球部、天理大学ラグビー部が使用している他に、各種大会や全国大会が開催されている。 子供おじばがりという天理教の祭りが毎年開催されている。市の中心部には天理教関連の施設が多く宗教都市の様相を呈しているが自然体的には農業地帯である。特にイチゴの栽培が盛んである。人工像に対応した商業活動も活発であり大型ショッピングセンターも設置された。また天理ラーメンという 一つのジャンルとなった、豚骨、鶏ガラをベースに、ニンニク、豆板醤で味付けされ、具には炒めた、白菜、豚肉を使用した、あやかラーメンや、天理スタミナラーメンが有名である。四方区部には、シャープの総合開発センターがあり、研究所及び、LSI、液晶ディスプレイの工場が置かれている。大阪から電車、車で1時間程度の距離であることから、 ヘッドタウンとしての役割を担っており、特に近鉄天理線沿いを中心に、新興住宅地が現在も拡大し続けている。奈良県農業協同組合上記の隠し店、出張所、及び4タウン天理内に JA バンク ATM が設置されている。日本郵便株式会社郵著銀行、その他館郵便局を除く。 各郵便局に ATM が設置されており、天理、天理親里間の各郵便局では、ホリデーサービスを実施。天理市内の郵便番号は、632から 00XX となっている。ただし、長崎町は、632-0123、福住町は、632-0122、山田町は、632-0121の集配担当となっている。 1990年代後半から2000年代前半にかけては増減が激しい時期があったが、近年は微減傾向である。小学校中学校高等学校大学ホール、集会場公民館図書館体育施設ならし、桜井市、大和郡山市、四季郡田原本町、三宅町、川西町このほか、東市北部の大和郡山市に近い地域では、大和郡山市、 コミュニティバス、現吉道号の伊豆市条町、伊豆市条町セレモニーこと前、新城町確停留所も利用可能となっており、近鉄郡山駅、JR 郡山駅へアクセスできる。また、東市南部の桜井市に近い地域では、桜井市、コミュニティバス、西北部循環線の大図越停留所が利用可能となっており、桜井駅へアクセスできる。 高速道路、有料道路、一般国道主要地方道一般県道流を、山城の石碑文化財や史跡が散在。天理中学校、天理高等学校、天理大学出身。2014年10月10日、天理市が移植。ありがとうございます。